はい、皆さんこんにちは。今日も撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、今日はですね、ポジション別ランキングの最終章、中継ぎ編をちょっとやっていこうと思います。まあね、以前のあのランキングの形で多分出てると思うんですけど、今画像で。まあ、変わってますね。はい。そのランキングはちょっと変動があったので、ちょっと見ていこうというふうに思います。でですね、実際、今回中継ぎちょっと統計を取るにあたってなんですけど、全部で36人ピッチャーが出てきて、その中のベスト6、6人ですね。ちょっとお伝えできたらと思います。じゃあ早速見ていきましょうか。もう一人目ですね。もうぶっちぎりの1位でした。もうズバ抜けての1位でしたね、この方は。もうほとんど8割方?もっと9割かな?もうこの人持ってますよってとこですね。はい、1位はこの方です。ホセ・アルバラードですね。タンパベイレイズ。プラチナのですね、アルバラードになりますね。やっぱね、何を隠そう。能力が高い。どう見ても。制球球威変化がまず90超えてますよ、といったところで。でね、それにも増して、球速も速いんですよ。ストレート、シンカーといったところで。でまあ、こんだけね、やっぱ球が速いんで、やっぱカーブもちょっとタイミングが取りづらくなってきますよ、といったとこですね。うん。で、まあ、コメントでも一応あったんですけど、打ちづらい球種としては、やっぱ、シンカー、カットボールは結構打ちづらい球になってるんじゃないかなというとこで、まあ、このアルバラードはね、シンカーもカットボールも持ってますと。タイミング外すカーブもありますよと。で、速いストレートもありますよと。もう盤石です。言うことがありません。最強ですね。まあ、それにも増して左ピッチャーということで、はい、もう絶対ね、当たったら使いたいとこなんですけど、ただね、市場で買うには価格が高いんですよ。もう強化ゼロで1800万といったところで、なかなかね、お財布は開けれないところだと思いますけど、まあね、中継ぎの大エースと言ってもいいと思いますね、間違いなく。やっぱ今回統計取るにあたってなんですけど、左ピッチャーがやっぱ多かったです。まあ、というのもね、このゲーム的に左バッターが打ちやすいですよって以前の動画から言ってると思うんですけど、となるとやっぱ必然的に左ピッチャーがやっぱ有効になってくると思いますので、はい。うん。まあ、中でもアルバラードが群を抜いて1位でしたね。で、アルバラードに関しては以前もね、ゴールド、使ってる方も結構多かったと思います。ゴールドの方がね、球は速かったりするんですよ。シンカーとか。うん。シンカー160キロあるんでね。プラチナのね、アルバラードが高すぎて手出せないよという方は、ゴールド。このフィリーズ時代のアルバラードもね、一応まあ安くはないですけど、まあ高くは買えるんじゃないかなと言ったところで。はい。はい、二人目ですね。この方もズバ抜けてましたね。なんかアルバラードとこの人の一騎打ちっていったとこでしたね。ランキングからしたら。はい。まあこの方はね、ゴールドということで、ゴールドなんだけどやっぱ上位にいますよと。まあ魅力的なピッチャーの一人なんですけどね。はい。まあこのピッチャーですね。アレックス・クラウディオ投手ですね。はい。もう大体の人が持ってましたね。僕も一度紹介はしたことはあるんですけど、やっぱ結構やばいです、この人も。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。ですね、まず、能力はね、全部70代なんですよ。さほどすごくない。っていうか、あんまりすごくない、能力だけで言えば。っていったところなんですけど、この方のね、何がすごいかって言ったら、やっぱ、球種なんですよ。見てください、これ。これ、チェンジアップ114キロ。打てないです。うん。で、まあ、5球種ありまして、スライダー、チェンジアップ、シンカー、カットボール、ナックルボールといったところで、もうどれを取っても無敵です、このピッチャー。はい。カットボールがね、めっちゃ曲がってるように見えるんですよ、そもそも。ギュインってくる感じで、しかも速い。でね、スライダーもこんだけ遅いんでタイミング狂わせますし、で、チェンジアップ。やっぱチェンジアップなんですよ。もうチェンジアップがもう本当に、止まって見えます。もう全然我慢できないです。全くもうどんだけ待ったなと思っても内野フライ上がってるんで、早く打ちすぎて。このチェンジアップもやっぱバケモンですね。で、チェンジアップかと思ったらナックル。この141キロナックル。これもタイミングがずれてしまうと、チェンジアップと思ってしまってるんで。といったところで、シンカーもありますよと。このシンカーも厄介もんで。はい、もう、球種だけで言えば全ピッチャー含めてもナンバーワンじゃないかなっていうぐらいの形ですね。うん。もうこのピッチャーもチェンジアップの使い方ですね。もうチェンジアップを意識させれば、もう、どことなく抑えられると思いますね。ただちょっと能力が低いのありますけど。はい。だからもう猛者の方もね、やっぱ使ってる方もやっぱ多かったですね。
はい、ということでアレックス・クラウディオで、ちなみにアレックス・クラウディオはプラチナでも出てるんですよ。ただ抑えで出てて、で能力もね、まあ一応まあ弱くはないですけど、はい、続いて3人目ですね。僕はこのピッチャー全く知らなかったです。はい、もう多分当たっても普通にトレードに回してたんじゃないかなぐらいの感じでしたね。まあでもコメントではね、結構いただいてました。このピッチャー強いですよ、やばいですよといった形で、はい、といったことで最強ボルチモアの一人ですね。はい、このピッチャーです。ダニエル・コーロンブ投手ですね。はい、ボルチモアオリオールズの中継ぎのピッチャーですね。はい、能力まあ高いですよ。能力も高いですし、まあ高いんですけど、まあ、これといって僕別に光ってなかったんですよ。能力見てもまあうんそうねって感じだったんですけど、やっぱ結構強いらしいです。皆さん使ってる方多かったんで、ちょっと使ってみないことには分からない。見たこともないので、何やったら対戦したこともないので、コーロンブはまあもう噛んで物を喋っていいんだったら、やっぱシンカーストレートですよね。まず2つありますよね。でチェンジアップ122キロとちょっとやっぱ遅いんで、これが使い方なんかな。であと K カーブかな、ちょっとやっぱ見てみないと分かんないですけど、このピッチャーが3位に入ってましたね。はい、続いて4位ですね。あ、このピッチャーはもう以前も登場してました。中継ぎのね、何やったかな、2位ぐらいで登場してましたね。はい、クリーブランドガーディアンズで、まあ、この投手はね、ポストシーズンなんですよ。なんですけど、中でもやっぱ強い、結構皆さん欲しいんじゃないかなっていう、やっぱ能力の強さしてますね。はい、左ピッチャーのこの方ですね。はい、サム・ヘンゲス投手、以前のランキングにも登場してましたね。ちょっと見ていきましょうか。能力がまずやばいっすよね。制球球威が中継ぎなのにもうすでに90超えてますよと。で変化86ですよといったところで、まあね、精神体力回復がちょっと低いですけど、まあ、で球種もいいですよと、まあ、ストレートシンカーともに154キロ、でカーブスライダーカットボールがありますよと、もうスラカットも使えますよといったところなんで、まあ、もちろん強いと思いますね。はい、であとやっぱ左ピッチャーというところなんで、まあ、先ほども言った通り左打者が多いこの世の中で、左投手も結構やっぱ有利になってくるところだと思いますのでね、うん、サム・ヘンゲスは以前のランキングにも上位でやっぱ登場してました。やっぱ劣らぬ強さがやっぱあるもんだと思いますね。はい、はい、次、5位の選手ですね。この選手も以前のランキングに登場してました。この方が1位だったんかな、2位がさっきのヘンゲスでっていった形で、今日本の方にはおなじみの方じゃないかな、特に阪神ファンからしたら。はい、もう日本時代もね最強のピッチャーだったんで、もうこの人が登場したらもう終わったっていう感じで相手チームはもう言ってたんで、はい、この方ですね、ロベルト・スワレス投手。はい、サンディエゴパドレスですね。はい、まあ、このピッチャーもね能力高いです。制球球威変化ね、まあ、80超えてますよと。で先ほどのヘンゲス同様、精神体力回復が、まあ、低いですよといった形で、はい、でねスワレス投手やっぱ球が速いですね。158キロとまっすぐが、でシンカーは156キロ、でカットボールもね150キロ超えてるんで、もうすぐ使いやすいんじゃないかって僕は思いますけどね。でまあカーブ、タイミング外すカーブと、そしてチェンジアップがありますよといったところで、うん、まあ、スワレス投手も以前のランキングからやっぱ、まあ、劣らずね、しっかり入ってたんで、ランキングでしてきたんで、はい、やっぱ強いピッチャーの一人かなといったところになっていきますね。はい、最後6位ですね。中継ぎ6位の選手、僅差をものにしてランキング入りできましたね、このピッチャーは。そうですね、このピッチャーはね、速い球が3つあるから多分ランキング入りしたと思いますね。はい、まあね、大谷さんとも仲が良くて、以前はね、エンゼルスの方に所属してましたので、はい、このピッチャーですね、ライセル・イグレシアス投手ですね。中継ぎ、トップピッチャーで登場したイグレシアス投手ですね。シンシナティレッズ時代の、うん、イグレシアス投手になります。はい、まずね、まあ、能力はもう言わずもがな高いですね。制球球威変化も高いですよと、体力も高いですよといったところで、回復がねちょっと致命的なんですけど、はい、といったところで、でこのイグレシアス投手、まあ、何がいいかっていったらやっぱ球種にあると思いますね。うん、まずストレート151キロと、でツーシーム150キロ、でシンカー148キロと、速い球が3つありますといったところで、まあね、ツーシーム、まあ、どうなんやろうな、僕も使ってないかちょっと分かんないんですけど、
まあね、ツーシームシンカーと違う変化に速い球があるっていうのもまた魅力的なんかなと思いますね。で、まあスライダーがあってチェンジアップがありますよといったところになってきますね。で、イグレシアス投手はね、結構何人か登場してきてまして、今までで、まあ、ほとんどね抑えで登場してきてますよと、まあ、まずオール MLB でも登場してますよと。でね、あの POM、まあ、今所属しているアトランタのライセル・イグレシアス投手もあの出てきてますよといったところで、で、まあ、お金がねそんなないよっていう方は、イグレシアスはね抑えでもまあ登場してるんですよ。なんやったらこのイグレシアス僕は大嫌いでしたね。はい、今も結構使ってる方少なかったりするんですけど、もうこれね能力は低いですよ。ただね、これカーブ107キロ、これマジ鬱陶しいです。ストレート155キロ、シンカー154キロにカーブ107キロ、マジでうざいっす。全然打てなかったっす。もう僕カーブ3球投げられて3球とも空振りしたぐらいだったんで、うん、この方もおすすめしておきます。今ね見た通り費用も結構安くで登場してるので、まあコストパフォーマンスも考えるんであれば、このイグレシアス投手もありなんじゃないかなと。抑えでねあると思いますね。はい、といったところで、今回中継ぎ6人ちょっと見ていきましたけども、はい、まあね、まあ、トップピッチャーと中継ぎのピッチャーもね最近どんどんと登場してきて、まだ発掘されてないピッチャーもやっぱいっぱいいると思いますので、はい、まあ、このピッチャーもね僕も探していきますし、もしこのピッチャーいいよっていうのがあればまたコメントで教えてくれたらというふうに思います。はい、といった形で今回の動画はこちらで以上になります。次回の動画もお楽しみください。はい、ご視聴ありがとうございました。